あなたが二段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ試験飛車よろしくお願いします。何で行くかって言われたら何で行こう。左側のパンツで行こうか。左側で行きます。風ついて船が来い。よし、大振り持久戦これついといて銀上がって、なんか早そうだな相手の攻めが。居飛車穴熊、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、もうちょっと待ってくれ。ここ2ランドく、よし、パンツを脱ぐ。よし、相手行ってパスからのパンツを脱ぐ。これは強いぞこれは強いんじゃないか。桂馬がどこかな、なんとなく。あとはまあ端歩をついとこうかな。端歩はついとこう。角出る手がちょっと嫌な感じなんで。ですね、2分30秒、ここの歩交換したいですね。ちょっと交換してみる。ほーほー、取る。これどうするかな。飛車転換するか。ああ、なるほど。こうして逃げたら金上がりましょう。歩ついてきたらどうしようかな。あ、逃げた。これ金上がって、ただ銀を上げるとちょっとまずいので、銀を上げないように立ち回りたい。これ歩ついて取ったらこの手ですね。ここ取って、これどうするかな。2分、桂馬ピョンでもいい気がするな。ピョンピョン、今の避けられてちょっと危なかったかもしれん。まあ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 いいでしょう。打ってふうち金逃げる。1分30秒で終わりか。いやでもふうちはしたいな、とりあえずはしとく。そっち行くのか、いや難しいな。ふうちありますかね。うち行ってみようか。同金、逃げる手は銀取るんで、そうですね、同金で、取りますよ、取りますよ、取ります、行きます、打ちます、攻めます、攻めて勝ちましょう。取って、これも取って、金打ちかな、取って、ここですね、ここなんかあるぞ、絶対なんかあるぞ。桂馬打ちか、飛車打ちか、桂馬打ちか、詰めろ。同銀と取ってきたら同金と取って、逃げるのか、逃げるか。飛車打って、これは金打ちから罪じゃないか。これ罪ですね。おっしゃー、ありがとうございましたまあ飛車で受けられてどうかなっていうところでしたね。
うん、はい、ありがとうございました。あなたが先手、初段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。向かい飛車か、左側狙ってみるか。行きましょう、左側を狙う。よいしょよいしょ、向かい飛車ですね。玉囲い、船囲い、船囲い、大振り持久戦。大振り持久戦。居飛車穴熊、居飛車穴熊、これパンツ脱げるぞ。角出るか、引くか、引くか、をついて銀上がってパンツを脱ぐ。次パンツ脱ぎます。パンツを脱ぐ。よし、いいぞ、いけるぞこれ。次6号風狙います。狙いますが、2分30秒まあいい、いいでしょう。行きましょう。これ取ったら桂馬で同桂とできるんで、まあどうかなっていう、うん、まあ5五桂もやっときましょうね。うん、なんとなくやっときましょう。これ取って金出て、これも銀出て、ほうほうほう。でもこれは無視でよくないか、無視で良さそう。飛車どこに転換するかですね。難しいぞ。2分、ここかで金寄って6四銀を狙うっていう、そんな感じで、まあこれ取るんだったら5五歩が痛いかなっていう、そんな感じです。これは無視して、これ取って、桂馬打ちありますかね。桂馬打ちありそうだな。桂馬打ちある？歩でもいいのか？いや、桂馬か。桂馬打ちでいいかな。これどこに行く？あ、寄るんか。これなっといて。で一旦この形決めといて、1分30秒それでどうするかですね。取って、ちょっと角が睨んでるので金寄りたいですね。ちょっと早めに金を寄りたい。相手のその手はあんまり関係ないんでほっときましょう。金を寄る。これでちょっと角から玉を守れる形になったんじゃないかな。で6三の銀はいつでも取れるんで、あれはもうずっと放置したい。これはまあ取るしかないんかな。歩でも打ってみる。はあはあ、1分。これ取って、これどうするんだろう。はあ、はあはあ、ちょっと微妙だったかちょっと微妙だったか。これ桂馬打ってみよう。これどうするんだろう。そこ行くんマジ大丈夫？それはやばくない？こっち取ってどうするん？これ取れないんできつくないか？これも取れないんでほっとこう。こっち取って。これ詰めろっぽいですね。銀打ちから。あ、詰めろではないか。
これで罪ですね。30秒。はい、ありがとうございました。よかったよね。よし、決まりました。